笑顔あふれる街島田市。静岡県島田市は日本のほぼ中央にあります。静岡の新しい玄関口、富士山静岡空港に降り立ったら、この島田市を案内いたしましょう。ようこそ笑顔あふれる街島田市へ。南アルプスに源を発する清流大井川。人々は大井川とともに豊かな営みを育んできました。東海道23番目の宿場町島田は、江戸時代の町並みが復元されており、かつて川を渡る旅人たちで大変なにぎわいを見せました。大井川に架かるのは世界一長い木造の歩道橋、ギネス認定の蓬莱橋です。夜はライトアップされるなど、さまざまな表情を見せてくれます。大井川の西の大地に広がる牧之原大茶園、お茶どころ静岡を代表する日本一の大茶園です。また大井川流域には島田、金谷、川根と3つのお茶の産地があり、それぞれの特色を生かしたお茶を楽しめます。そして大茶園の中にあるのがお茶の里。楽しい。お茶の歴史や文化を楽しく学べる博物館で、日本の伝統美も堪能できます。お茶文化とともに育まれてきた茶褐色で独特の渋い風合いのシトロ焼き。夏の風物詩、大井川大花火大会。大井川を挟んだ両岸、2カ所から同時に打ち上げる花火は迫力満点です。島田市金谷と大井川上流を結ぶ大井川鉄道には、大人気の SL が走っています。新金谷駅に作られた SL の向きを変える転車台。みんなで力を合わせ橋桁を動かします。島田市に湧く2つの温泉、その一つが日本で唯一 SL を見ることができる川根温泉ふれあいの泉。温泉露天風呂付きのコテージに宿泊もできます。もう一つは田代の里温泉、板割の湯。美人の湯とも言われ、日帰りで楽しめます。たくさんの美しいバラが皆さんを迎えてくれるのが島田市バラ農家公園。春から秋にかけ、世界各国のバラを楽しめます。このバラ農家公園に隣接する中央公園は市民憩いの場。いつもみんなの笑顔であふれています。特に新幹線と SL に乗ることができるミニ鉄道は子どもたちに大人気。また自然に囲まれた総合スポーツセンターローズアリーナでは、市民がさまざまなスポーツで心地よい汗を流します。屋内温水プールにメインアリーナ、サブアリーナ、最新式のマシンを備えたトレーニングルーム、
日本の伝統の技と心を養う弓道場や武道場など心身ともにリフレッシュできる充実した設備が整っています。そして島田市子ども館、子どもたちが体を思いっきり使って遊べます。旧東海道金谷坂の石畳、市民が一つ一つ石を敷き、昔の面影を復元させました。石畳の先にあるのが戦国時代の山城、諏訪原城跡。古の武士たちの息遣いを感じることができます。ヘラブナ釣り場として有名なのが登りの池。冬はイルミネーションで飾られ、昼間とは違った幻想的な姿を見せてくれます。下に下に日本三奇祭の一つ島田大祭帯祭りです。太刀に丸帯を吊るし、ゆったりと歩く大奴の姿は必見。ゆいわたです。細目島田です。乙女島田です。伝統の日本髷を結い、揃いの浴衣を着た女性たちが練り歩く島田髷祭り、あでやかです。お茶への感謝の気持ちを込めた金谷茶祭り、かすりの着物に茜だすきの茶娘が一堂に踊る姿は圧巻です。スポーツの町島田で新たな伝統を築きます。日本初河川敷マラソンコースでのフルマラソン大会です。川を感じる、川と遊ぶ、川を走る。大井川マラソンコースリバティは初心者にも優しいフラットな専用コースです。また大学や企業に所属するトップアスリートの合宿地としても利用されています。日本を代表する川、大井川の両岸に広がる島田市。自然が豊かで歴史あるこの町には市民の笑顔があふれています。